男性に OK をもらえるデートの誘い方、成功率が高いタイミングはこれ。大好きなあの人をデートに誘いたい、でも切り出すタイミングがつかめなかったり、言葉選びに迷ったり、そうこうしている間に機会を逃してしまうってこともありますよね。そこで男性が思わず OK しちゃうデートのお誘いのタイミングや誘い方の秘訣を今回はこっそり教えちゃいます。デートに誘うタイミングはどんな時がベスト？狩りの邪魔をしない、仕事で忙しかったり目標を達成しようとしたりしている時など、狩りの最中に誘うのはいいタイミングとは言えません。狙い目は一仕事終えた後、狩猟本能が満たされると休止モードに入ります。このタイミングこそ最も相手が誘いに乗りやすい時ですね。お誘いの連絡は夜が理想的。心理学の実験によると、人は暗い環境で相手とコミュニケーションすると理性のバリアを突破しやすくなるそう。成功率が上がるデートの誘い方は、必ず理由を先につける。いきなりご飯行かない？と誘うのではなく、美味しいお店があるからご飯に行かない？相談に乗ってほしいからご飯に行かない？など理由を先に伝えると成功率がぐんとアップ。二択でお誘いする。例えば、イタリアンと和食どっちが好き？や、いつも新宿と渋谷どっちでご飯してるの？といった具合、格段に成功率が高まるみたい。彼の興味に合わせてみる。彼のやってみたいことや食べたいものを聞き出せる機会があれば、すかさず、それ私も、よければ今度一緒に、と自然な流れで誘っちゃいましょう。女性側からデートの誘いをするのはなかなか勇気がいりますよね。でも気になる人が現れたら、今回の動画を参考にしてください。応援してます。